やべえな、このカード。右上なんかピクトグラムみたいなやついるけど。読むか。過去にチャンピオンカップで準優勝の成績を収めた優れたトレーナー、リーグ委員長として、また大企業グループの創生として、ヤララ地方の発展に尽くす風雲児。考えることと会話が異なるため、時々話が噛み合わないと言われる。彼の意図が理解できるのは秘書だけと言われています。テキストは秘書の方がご用意されたものです。めちゃくちゃじゃないか、じゃあ考えていることと会話が異なるって。てか、チャンピオンカップ準優勝なんだ、ローズ。キメキメですけど大丈夫でしょうか？プライベートの時と違うね。はい、ということで、無事にジムリーダーに勝ったということで、今回は、お、なにこれ、水ぼっちおめでとうって言ってくれてありがとう。今回は、ここですね。この第二鉱山抜けて、エンジンシティ、エンジンシティに行くの？お、そうなんだ。てっきりさ、もうそのままさ、このナックルシティに行けるのかと思ったんだけど、エンジンシティなんだな。ちょっと行きましょう、とりあえず。よし、チャリで行くか。チャリで来た。チャリで行った。これさ、ジムリーダー倒してさ、街の様子が変わってたりするのかな？お、人がなんか言ってることは確かに変わってるな。ジムリーダーに勝つとはとか言ってる。これ坊主だったお姉さん？ワイルドエリアでの釣りで、でかいポケモンが見えていると、やるか得られるかって感じだな。もう怖くて俺だったら釣りできんけどな。リアルだったら。もう死ぬみたいな。これなんとか団が邪魔してたけど、あ！なくなってるね。よし、行くぜ。え、ちょっと鉱山の中チャリって危なくないか？走っていこう。え、かわいいポケモンがいる。歩いてる。これ釣りできんのか。てかなんだこいつ。これ何この手がさ、ぴょこぴょこなってんの。ちょっと戦っていい？こいつ何？またこいつキモいな。はめてて。なんかディグダのパチモンみたいな。はめてて？何これ。え、バブル光線でいいかな？なんか、電気効かなそうだよね。あ、これやばいな。ロックカット。何何これ。素早さがぐんと上がった。ホタルズちょっときついかな。いやでもこれしかないからな、こいつ。いや、怪しい光で一回ちょっと混乱させようか。連続斬り！いった！これは痛いやつ。てか、こんなポケモンいるのか。あ、わかった。亀みたいな感じで出てる、手が出てるから亀手手っていうのかな、こいつ。違う？引っ込んだりさ、出たり引っ込んだりして。よし、こんなん聞いてますね。いや、マジわかんな、こいつ。ほっぺた可愛くない？なんか、丸くなってさ。ダブル光線で。混乱しててくれ。原子の力。なんか強そう。大丈夫だ。ダブル光線。倒せるかな？倒した。野生のポケモンで結構苦戦するっていうね。お、ミント。あ、カムコか。レベルアップ。いや、ちょっと心配だな、これ。ホタルだときついか？やっぱ心戦闘が安定かな。よし、行きましょう。このなんか毛虫みたいなやつちょっと気になるんだよな。青い、こいつ。こいつなんて言うんだろう。毛虫みたいな名前かな。全然違ったわ。カラーなくし。カラーなくし。こいつ唇が可愛いな、なんか。どうしよう。水の波動できた。青いね、なんか。捕まえてみる？効果今一つか。硬くなる。防御が上がった。なんか硬くなる使えるの珍しい気がする。硬いのかな、こいつ。何タイプなんだろう。お前も水の波動使えんの？くぅ。効果今一つ。ちょっと気になるからボールだけ投げましょうか。水系っぽいけどな。どうしようかな。スーパーボール使っちゃう。いっぱいあるし。中身投げてくれ。
お、パチッとな。ウミウシなんだ。ウミウシポケモン、水タイプ。環境で姿が変わる。水温が冷たい海ではこの姿になるという説も。この姿ってどの姿？この姿って何？ニックネームつける？タラコ唇だからタラちゃんにしましょう。タラちゃん、ちょっと技見てみる？タラちゃん、粘着。粘着性の体に道具がくっついているため、相手に道具を奪われない。いや、道具奪われることある？怖っ。自己再生できるのこいつすげえな。原子の力って何なんだ？原子の力で攻撃する。自分のすべての能力が上がることが、めちゃめちゃ強いじゃん、こいつ。性格ちょっと見ようか。真面目らしい。いい子だ。水タイプちょっと被ってるからな。悩むね。お前は、なんかさ、B といつも洞窟にいるよな。前回現場監督とか言っちゃったけどさ、俺。おい、またいんの？やっぱ現場監督なんじゃないの？レベルの低い勝負をすると、ポケモンたちがかわいそう。だよね。お前、いきなり何だよ、出てきて。弱い人間の相手をする気分ではないのですよ。じゃあ帰ってくれ。俺は弱くていいから。ですが、同時に弱い人間は、潰してあげるのも優しさです。めんどくせえな、お前。弱くないと思い込んでいるのなら、僕に勝負を挑みますか？いや、もう、待って。もう、先取っていいですか？ふん、弱い人間は、去りなさいな。めんどくさ。ねえ、こっそり歩いたらさ、ちょっとスルーしてくんないかな。あ、ダメ！弱くないと思い込んでいるのなら、僕に勝負を挑みますか？めんどくせえな、お前。戦ってやるわ、しょうがない。かっこいいな。決め顔のビート。やっぱ現場監督なんじゃないかな、こいつ。洞窟に絶対いるから。ユミラン。あ、こいついたな、なんか。かわいい、かわいい言ってた、俺。あ、どうし、え、不意打ち効果抜群なんだけど、どうしよう、これ。狙うか。攻撃してこいよ。決まるか？よっしゃー。ユミランを倒しました。なんか、美味しそうだよね。グミに包まれて。痛そうな顔した。少しは成長しましたね。早い早い言うのが。聞いてみてもらった。ゴチム？ゴチムって誰？そのまま戦うか。ゴチムを繰り出した。かわいいやん、お前。めっちゃかわいいポケモン出してくるやん。また不意打ち効果抜群なんだけど。不意打ちでいくか。また。決まるかな？攻撃技で、ナイス。お、倒せない。効果抜群だけどね。サイコショック。なんか目が怖いんだけど、こいつ。目が怖いよ。なんか目力半端なかったんだけど。そうだな、締め付けるでゆるーって倒すか。いや、お前傷薬とか。マジかよ。マジのトレーナーじゃん、これ。あ、でもよかったね。当たるよ。不意打ち使わなくてよかったわ。水の波動で倒せるかな。うわー、倒せないね。サイコショック。いや、また怖いやつ、これ。自力からやばいって。マジ怖い。じゃあ締め作りでゆるく。あ、今回はさせてくれた。よかった。また傷薬が出る。これ立ち姿も様になってんだ。なんだあの斜め、斜めの角度からさ、こっち見てくるの、あいつ。正面向けよ。ヒントレベルアップ。右肩にちょっと。ニグリムを繰り出そう。ニグリムか。そのまま戦おう。右肩を見てほしいのかな。え、めっちゃ可愛いんだけど。危険予知。身震いしたってなんだろうね。また不意打ちしちゃう？これ。あ、なんかこれさ、タイプかな、こいつ。こいつなんとかタイプしか使ってこないみたいな感じかな。抜群。でも、可愛いポケモンしか使わないみたいな。めっちゃ可愛い、ほんとに。心レベルアップだ。オッケー。ポニータ？ポニータか。そのまま戦おう。
心に頼りっぱなし。僕のポケモンたちをここまで追い込むとは立派ですよ。サンキュー。ポニータでもかっこいいよね。お前、俺が知ってるポニータじゃない。めっちゃ可愛い。何それ。メルヘンポニータ。炎タイプじゃないよ、お前まさか。お前まさか炎タイプじゃないな、これ。やば。可愛いね。まあでも水の波動で起こせるかな。よっしゃ。全然違うじゃん、これ。可愛い。なんだこれ。こんなポニータだったらさ、ちょっと捕まえたくなっちゃうな。幻のポケモンなんじゃないか、今の。ビートに勝ちました。あなたがまあまあ頑張るから、勝たせてあげようかな、と思いました。めんどくせえな、こいつ。勝っても負けても。現場監督、これは失礼。言葉を訂正しますよ。弱いではなく、ちょっと弱いで。うざいな、お前。ジムチャレンジを勝ち上がることはないでしょうから。常にこれをあげてきますね。なんかくれた。押し付けられたもさ。お前、リーグカードかよ。お前の自慢のリーグカード、なぜ俺はもらわなきゃいけなかったんだ。後で見るわ。さてと、次はどこで願い星を集めましょうかね。ちょっと見てえな、リーグカード。ちょっと見るか。なんだったんだ、あいつって絶対思っただろ、今。みんな逃げていくんだけど、なんでポケモンなんでみんな逃げていく嫌われた、なんでめっちゃ嫌われてる、あいつのリーグカードがめちゃめちゃポケモンに嫌われてるとか。だってさ、さっきとの違ってそれしかなくない、ビートのリーグカードがポケモンたちに不人気。まさかの。かっこいいな、決めてる。その右腕の、右腕か。時計マジで高かったのか、キメキメじゃねえか、この時計いいだろみたいな。見ましょう。幼少期のトラブルにより、保護施設で暮らしていた。他人と馴染めず、問題を起こしては喧嘩ばかりだった。だが施設を訪問したローズ院長に一匹のポケモンを与えられ、彼の人生は変わり出す。トレーナーの才能があった彼は、ポケモン勝負にのめり込み、強くなっていった。推薦状をくれたローズに認めてもらうために、ジムチャレンジを勝ち進む。やばくないか、こいつめちゃめちゃ主人公じゃん。これだけ聞いたらめっちゃめちゃ主人公じゃん。しかもなんか、いいやつそうじゃん。なんか仲良くなろう。ごめん、なんか変なこと言って。友達になろう。なんか傷ついちゃったな。回復してから行きたいけど、どうしよう。これ戦い続くかな。これ何、このちっちゃいポケモンボール。これ何、びっくりした。キモ。マッキュ。めっちゃキモかったよ。なんかまんまとさ、何、騙されたって感じかな。ポケモンの、モンスターボールのふりをするポケモンだったりしてない、こいつ。ちょっと気になるな。リベンジって何、怖い。なんかやられちゃいそうな気がする。あー。やられてしまった。次のポケモンで。そうだなぁ。ホタル出すか。ちょっと電磁波、いいか、試してみよう。電磁波で、まひったら、よっしゃよっしゃよっしゃ。ブリューチ効かなかったな。あ、効果なかったか。ちょっとこれ気になるな。どんなポケモンなんだろう。モンスターボールで普通に捕まえてみよう。なんか説明が見たいわ、こいつ。こいつまさか一瞬で出てきやがったぞ、お前。あんなに弱らせたのに。ソーナンスの匂いがする。あー、やばいね、ホタルやられちゃった。カムコで、お前の硬さなら耐えられるはずだ。しょうがない、ちょっと弱ったポケモンなら捕まえやすいっていうあれを使うか。どれだ、あれ、そんなのなかったっけ、弱ってるほど捕まえやすいみたいな。あ、これかな。捕まえる野生のポケモンが弱いほど捕まえやすくなる。ネストボール、これでいきましょう。え、なんかボールのデザインこんなにあるんだね。こんなに弱らせてんのに。なんかお前、ソーナンスみたいな感じがするな。弾なくなんじゃね、これ。どうするよ、スーパーボール使うか。A ボタン連打する、連打するか、ちょっと。いや、マジかよ。ダメだ、こいつ。もう一回投げるわ。
モンスターボールで。もうこれ最後のチャンスだよ、これ。ちょっと説明見たかったのにな。いやー、マジで。金属音、やめてくれ。耳が痛い感じ？もう噛みつくで。もう倒そう。ラブ。さらばマッキュ。マッキュどんなポケモンなんだろうな、気になるな。俺普通にモンスターボールだと思って取りに行ったらさ、なんか戦いになったからな。図鑑に実は入るとかない？捕まえないとダメかな。お、いた、マッキュ。あー、やっぱわかんないのか。これしかわかんないんだ。てか、色はなんか違うね。洞窟の中だから違って見えたのかな。まあいいや、ちょっと一回回復させましょう。わ、待って、グレックルだ。これ捕まえたいな。こいつちょっと仲間にしたいと思ってました。グレックルが現れた。こいつ出るんだ。レベル20か。締め付けていこうか。ギュッギュッ。こいつでもさ、ヌルヌルしててさ、締め付けられなさそうだね。痛い痛い痛い。ギュッギュッ。オッケーオッケーオッケー。締め付けながら、モンスターボール。スーパーボール使おうかな。なんか青いから使いたくなっちゃうね、これ。どうかな。さっきのマッキュとはちょっと違うんじゃない。お、素直。いい子かもしれない。性格がいいと思う。これはもういい性格のいいポケモン捕まえたな。グレックル毒好きポケモン。毒格闘。毒を攻めると薬になる。薬品会社のマスコットになって人気者になった。そうなんだ。図鑑更新？まあ、ニックネームつけましょう。ケロちゃん。うん、ケロちゃんにしました。なんか薬品会社のマスコットに、ケロちゃんいたから。お前も、このポケモンの世界で薬品会社のマスコットになるんだ。このモンスターボールにはもう俺騙されんからな。よし、行こう。私のポケモン、元気があり余ってましてね。いや、じゃあ働いててください、そこで。絡んでくんなぁ。ひげ濃いな、こいつ。勤め。作業で勤め。トロッコンを繰り出した。いやーなんか、黒。え、トロッコみたいな？トロッコポケモンかな？強そう。なんか、知らないポケモンいっぱいいるんだけど。なんだ、こいつ。トロッコン。効果抜群だった。鳴き声が。おー。オッケー。負けに負けた。さすがにポケモンの元気もなくなった。もうポケモンセンター行ってください、早く。元気があり余りすぎると、ろくなことしないからね。犬の散歩行かせないといたずらするみたいな感じかな。ドークボールってなんか悪そうなボールゲットしたな。いや、この辺の釣りちょっときっ、あ、これ、ちょっと危ない。いや、これ踏んじゃうわ、これ。あのポケモン出てくるよ、これ。え、なんかちょっとこういうさ、ちょっと離れたところでさ、え、奥になんかいるんだけど、なんだあいつ。行きたー、あれ。これ何？これチャリ乗ったらいけんの？なわけないか。あっちからま、なんか回る道ある？もしかしてここどっか繋がってるとか。いけないわ。僕なんかいけそうだったんだけどな。まあ、またちょっとどっかでいけるでしょう。こんにちは。仕事に疲れたら勝負。鍛えた筋肉をお見せします。現場監督もういなくなったけど。確認？はすみ？なんか洞窟多くない？なんか連続で洞窟だったよな。前回ビートと戦った時もさ、洞窟だったし。
この作業員さんがまた現れる。もしかしたらこの地方まだまだ発展途上かもしれない。タラちゃんが人知れずレベルアップ。このままご利用しましょう。よっこら。ドーン。いや、これマジで、前戦ったあの人なんじゃない?なんか似たようなポケモン使ってたよな。次の現場こっちだったみたいな。また戦うことになったよ、みたいな。前回の現場の人を倒した。あ、でもあの時なんか名前さ、匠とかっていう名前じゃなかった気がするな。仕事と勝負で使う筋肉は別なんです。超笑顔。なんかこの人と一緒に筋トレしたらハイテンションでなんか応援してくれそう。粘りの鍵爪、持たせると締め付ける巻きつくなどのダメージを与え続ける技のターンスが、めっちゃ良くないそれ。うわ、悩むね。心に持たせようか悩むところ。ちょっと、いや、これ当たりそうになるわこいつ。言ったかこいつら。お腹出てますよ。ちょっといいかな君。ジムチャレンジに参考してるの。入り口にいたやつなんだよね。すごいですね。ぜひお手合わせしてくれ。下手に出て、言葉遣いはあれだけどさ。ホップ。お前まさか、教頭?ファンにかく。どう見てもファンじゃねえだろ、お前。俺のファン層なんだ、これ。こんなのがファンだったら嫌だよ。ちょっとお話し中に何なんですか?もうカオス。下っ端 A、B とホップはみんな勘違いして、もうめちゃめちゃカオスな感じだった。俺はホップ、未来のちゃん。ややこしくなるから話が。ナイスジョークです。笑えない以外は面白いね。帰りたい。そうか、じゃあ勝負だ。トレーナーなら笑顔になるぞ。めちゃくちゃだよ、こいつらの会話。なんだ。一緒に戦うぞ、いいよな、もう。いいえだよ、これ。いいえ。いいぜ。バッチリ準備しな。ああ、もう戦いは避けられないやつ。待ってくれる。戦うわ。戦わないといけないというのなら。なんか、ずっと戦わないで、ほったらかしにしてさ、時間が経ったと合流したら仲良くなっちゃったりしてね。同じ会話をする、こいつら。いいよ。チャンピオンに推薦された、俺たちの強さ、教えるぞ。いや、なんか、ホップと共闘できる?これ。テンションが上がってきました。面倒なのが来たな。一人ずつ片付けたかったのに。行きましょう。おー、いいじゃん、いいじゃん、なんか。ライバルが仲間になるパターンね。エルナの下っ端は?おー。この前さ、戦ったやつじゃない?ジグザグも進化してんじゃん。ホップはウール。ウル、かわいいな。後ろから見たらめっちゃかわいいな、こいつ。そうだな。ホップ、ちょっと作戦考える?対応できないのがちょっと辛いっすね。ウルに攻撃したらちょっと怒られそうだな。そうだな。マックスグマから倒した方がいいんじゃないか?なんか進化してるし。やば!電光石火だ。あんま効かないね。水の波動。オッケー!とどめさせてくれ。やべ、舐められた。やだ。ウールーの二度蹴りってなんか可愛くない?めっちゃ足短いでしょ、絶対。あの足で二度蹴りしたの。二回当たった。やったね、よかったね。そうだな。なんかマックスグマに攻撃当てるのもったいなくない?ホックスラインにする?どうかな?結果倒せなかったらちょっと嫌だけど。どうだろう?二度蹴りのおかげで倒したかもしれない。ホックスラインを倒した。ウールー、じゃあとどめを刺してくれ。ミントレベルアップ。筋切り。抜群だ。よっしゃ、倒したぜ。まっすぐまか。まっすぐなクマ。まっすぐま。あ、まだ出す。ヤンチャム。あ、2匹ずつかな。めっちゃかっこいいじゃん。レッパールーダース、ヤンチャム。なんかさ、これさ、片っぽだけさ、出してきたらすごい気まずかったよね。お前は2匹持ってんのか、みたいな。なるかと思ったけど。このパンダかわいい。パンダって呼んでいいのかな、これ。ヤンチャム。倒しましたね。
なんか強気な感じがいいですね。お、心どんどんレベル上がるな。なんだこれ、トンボ返り。ちょっと見ましょうか。虫、攻撃した後、ものすごいスピードで戻ってきて、光のポケモンが入れ替わる。いや、これ、いいかもしんないね。入れ替わりたい時にさ、攻撃ができるってことでしょ。攻めのポケモンでいきましょうか。涙目を忘れて、トンボ返りで。保管。てか虫タイプっていうのがまたいいな。いろんなタイプの技を覚えてる。いいですね。左引っ掛け。痛い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 。なんか可愛いな。ぴょんぴょんぴょん。参加った。うる、お前二度蹴りばっかりだ。うるの二度蹴りちょっとさ、リアルなやつ見たいね。え、ちょっと早速さ、トンボ返り使ってみる？なんか試したいだけ。トンボ返り。おお。え、めちゃめちゃ強いじゃん。抜群。ラッキー。なんか、入れ替わることもなく。負けた俺たちもエールをもらえる？ポーンを使えたら勝てるチャンスがあった？勝ちました。いい大人にしっかり賞金をいただいて。チャンピオンが兄貴。ダメ兄貴じゃないのが分かったぜ。負けるならさっさと消える。さよなら。ホップありがとう。ちょっとなんかややこしい感じになったけどよかったわ。それこそ俺のライバル。カブさん、あ、そういえばカブさん探しに来てたの。オッケー、僕を探すぞ。行きましょうか。あ、カメちゃんいる。え、このポケモン逃げるの？ジュジュジュって。お、なんかアイテムがあるね。血のかけら、ちょっと回復させるか、ポケモン。洞窟といえばズバッとじゃないんすか。なんか右にハムさんって感じじゃないな、これ。ゲームセンターの店長みたいな感じだな、こいつ。洞窟にいなさそうな感じ。スチームのパワーでどんなアイテム吹き飛ばします。つかさ。鉄道員。なんでこんなとこにいるんだよ。ヒゲがめっちゃオシャレですね。モグリューを繰り出した。かわいいモグリュー。鉄道員のお兄さんめっちゃ立ち姿かっこいいっすね。なんか基本姿勢みたいな。お客様の前に立つ時の基本姿勢これ。し、おお、弱く。弱くやっぱ迫力あんな。目が怖い、目が。OK。いや、水属性強いっすね、今回。スカサとの勝負に勝った。さて、分かれ道多いな。砂地獄見つけた。激しく吹き荒れる砂嵐の中に、4ボタンの間、相手を閉じ込めて攻撃する。え、強そう。締め付けるみたいな、あれと同じような感じかな。え、これ、奥行けちゃう感じかな。お、左から行ってくるか、ちょっと。ぐるっぐるに、バレないように。気づかれてないね。よし、オッケー。あ、いいね。こっち来といてよかった。柔らかい砂。触るとサラサラする砂。持たせると地面タイプの砂に加わる。お、いいね。なんかそういうのも。おいおいおい、ちょっと避けて。よし。行きましょう。当たっちゃいそうになるね。お、ホップ。お、カブさんだ。トレーニングにお付き合いありがとう。だが、動くトロッコンの邪魔は許されないことです。働くか、働く。こいつらこんなところでもやってたのか。邪魔なんてとんでもない。トロッコンへのエールです。でもポケモン勝負でボロボロにやられちゃったから、こいつらまた負けたのかよ。エール弾は消えるのです。こいつメンタルだけはめちゃめちゃ強いかもしれないぞ。応援はいいけど、邪魔はいけないからね。カブさんめちゃめちゃ若い格好してんな、なんか。
タブさん、かっこいいぞ。さすが、炎のジムリーダー。君たちは、ダンデが推薦した、トップにタロだね。君たち、ジムチャレンジャーと最高の勝負をするため、ギリギリまで鍛えているんだよ。ストイックっすね。なんか、ついていきたくなるような感じ。炎タイプのポケモンで戦う僕にとって。水タイプがいる第二鉱山は修行にぴったりだ。あえてこういう環境で育てるみたいな。とはいえ夜も遅い。健康に気を使ってるタブさん。第二鉱山を抜けてまっすぐ進めばエンジンシティ。ホテルに戻りゆっくり休んでコンディションを整えなさい。めちゃめちゃ気を使ってくれたかな。さあ、トロッコも帰ろう。僕が送っていこうじゃないか。おごう。ポケモンと仲良くなれるかもしれないね。明日は燃えるよ。そんな分かり際のセリフあるか。明日は燃えるよ。兄貴が言ってたぞ。カブさんに勝てなくて諦めるジムチャレンジャーは多いって。そうなんだ。俺も燃えてきたぞ。お前も燃えた。明日は燃えようか。じゃあスボミーインに泊まりましょう。だって、え、これもしかしてとりあえず洞窟抜けた感じでしょうか。おお、やったー。さっきのトロッコンだけど、お前ポケジョブ知らねえ。何それ。しょうがねえな、俺が教えてやるぞ。兄貴のノートにはこう書いてあった。兄貴のノート便利だな。会社とかからのお願いをポケモンに手伝ってもらうんだよ。あ、なんか OL がポケモンに手伝ってもらってる人いたわ。ポケモンセンターにあるロトミで受付ができるぞ。エンジンシティなんか帰ってきたね。明日は炎のジムリーダー、カブさんに挑戦だぞ。え、ジムあんの、ここに。あったっけ。うわー、なんかポケモンの雰囲気が。これ夜だからかな。なんか出てくるポケモンまた変わったね。ドガースとかいなかったよな。お守りご飯。持たせたポケモンが一度でも戦闘に顔を出すと、お金が2倍もらえる。これいいんじゃない。持たせよっか。お守り小判だったわ。お守りご飯じゃなかった。お守りご飯ってなんや。めっちゃおもろい。ちょっとね、心は今多分レベルが高いから神秘の雫なしでも勝てると思うので、これからお金をザクザク稼いでもらいましょう。お金持ってそうなお姉さんがいますね。なんかボールも、なんか高そうなボール持ってない、これ古いボール、ブランド物かも。お若いポケモントレーナーさん、お相手してくださるかしら。こんなおしゃれしてこんな草むらに。イヤリングかわいいな。マダムの京子。早速行きましょう。ワンパッチ？え、マジでさ、ボールさ、なんかおしゃれじゃなかった。ブランド物かもしれん。マジでさ、このマダム犬の散歩に来てただけなんじゃないかっていう説がある。あらま、ポケモン勝負に慣れていらっしゃるのね。実は昔めちゃめちゃさ、強かった人かもしれない。今は隠居生活。てかお金いっぱいもらえたのよかった。どこまで強くなられるのか楽しみで仕方がない。仕方ない人。これからも応援しますわね。夜だね。あ、警察の人がいる。職務質問されてしまいそう。話しかけてみようか。こんにちは。後ろから突然。ちょっと君いいから、おまわりさんとお手合わせします。これサボりに来てるだけなんじゃないか。目がめっちゃ可愛いな。アキラー。少年みたいな目で。こっちめちゃめちゃ純粋な気目が、少年じゃん、マジで。めちゃピュアな心のまま警察官になったのかもしれない。威嚇。小池下がった。ガーディ一匹で水の波動で行きましょう。ガーディやっぱ可愛いね。いい感じ。いや、目が、なんか逆に怖いんだけど、この人。こんな警察いたらさ、なんか、ちょっとね、いいポケモンと一緒だね。それに戦い方もいい。いや、なんかお金増えて嬉しいな。
君が無事に旅ができるのか試してみたが問題ないね。ありがとう。じゃあ行くわ。羽よく落ちますね、この辺。なんかめちゃめちゃ落ちてんじゃん。精神の羽。羽がいっぱい落ちてる。ここら辺なんか、トリガー抵抗の羽。鳥がこの辺よく飛んで羽を落としていくのかな。また羽か体力の羽。羽祭り。エンジンシティ帰ってきた。ただいま。なんか久しぶりって感じ。元気になった。アーマーガーは次のポケジョブを受け負ったわ。ポケジョブって何なんだろうね。気になるところ。モンスターボール、スーパーボール。あ、久しぶりに帰ってきました。夜ですが。よいしょ。スボミーインまで行こうか、とりあえず。スボミーインって、お前もモンスターボール、スーパーボールとか。なんかあったか、この街で、最近。ここだっけ？誰？あ、なんかいた。この人会ったことあるわ。かわいいね。マリーっていうのか。遅くまで頑張っとうね。博多弁ですよ、これ。そうだ、あんた、ちょいと付き合ってる。告白？なわけだよね。私がジムチャレンジで勝てるか試しておきたいし。ちょっと待ってください。怒られた。マジで？これどうなんの？これスルーしようとしたら。許さない。部屋に戻る前にポケモン勝負しなさいって、チェックインもさせてもないですか？怒られるっていう。まぁ、ちょっと、ここまでしとこうか、今回はいろいろありましたが。ということで、続きはね、ここからまたやっていきたいと思います。今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、Twitter フォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。